ってきたみたいだね。なんとか逃げ切れたみたいっすね。わはニコル？どうする、ダルク？こいつ倒さないと逃げられないの？でも、この人は元はサージュの仲間だったんでしょ？そうだな、なんとか気をそらして。バカか、お前ら。ここからエブルは目と鼻の先だ。いくら防衛陣があってもどうなるか分かったもんじゃない。ここで始末するんだ。でも資料を見た限りではもう人間に戻すことはできない。サージの言う通り、ここで見逃しても悪影響しかない。Yeah.